五福島神社とは、愛媛県松山市神田町にある神社である。神門は、三世、吉光家陵。水戸浜地区にあることから、水戸五福島神社と呼ばれる。旧社格は豪社。社殿では、ス春天皇の時代に、筑紫国宗像から宗方三女神を勘定し、その後の時代に、広島の五福島神社から再勘定とある。宗方三女神として、 甲子系第二種側に2社が併設されており、祠の前に、なで牛、なでえびす神、なでじろ神の石像が奉納されている。10月6日に、例大祭が行われ、10月7日の新高祭では、水戸の南北と小みとの南北系4体によって、喧嘩信用が行われる。五福島神社の鉢合わせは、神輿しの短希望を正面からぶつけるものである。 新高祭での御しの宮出しは、松山地区の秋祭りでは一番早い午前1時から行われるため、赤月の宮出しと呼ばれている。御しに御神体を移す御霊移しの際には、神が床を踏まないようお守りするために、氏子たちが横になり人の道を作る。また、宮出しの前には小水戸地区の伝統芸能である、虎舞が奉納される。平成20年、 三戸の南北の御し二体が100年ぶりに新調された。境内には松山出身の秋山義古記号の日露戦役表中碑がある。ありがとうございます。